司会をいただきます。幹事長より発言があります。石原幹事長。これまでの経緯につきましてご報告を申し述べさせていただきたいと思います。一昨日7党幹事長職長会談がございまして、民主党の側から120日の大幅延長の話がございました。これにつきまして各党が意見を述べた後、改めて昨日幹事長職長会談が開かれる運びになっておりましたが、その前段で午前中でございますけれども、私と公明党の井上幹事長、岡田幹事長3者の間で120日はやはり長すぎる、50日でという提案が岡田幹事長の方からなされたわけでございます。そして三次補正については新総理のもと行うと、そういう合意が取れまして、50日で会期が決まるように思われたんでございますが、ここもご報道の報道の通りでございますけれども、昨日の午後から夜にかけまして民主党の方で50日が決めきれず、昨晩の夜遅く10時前だったと思いますけれども、岡田幹事長の方から70日の会見場でお願いしたいという内々のご連絡をいただきました。そして本日11時40分から与野党幹事長職長会談が開かれ、正式に70日間の会期の延長というものの提示があったわけでございます。私はそこで改めて申しましたのは、これまで我が党の多くの先生方のご協力によりまして、東日本大震災に対する566項目に上る提言、並びに現地での活動、そして国会での審議と全面的な協力をしてきたし、これからも震災に限っては協力をしていく。しかしながら、いつどの総理がどの段階で何をどういうふうに行うのかということが全く示されていない、持ち帰って検討させていただいて回答するという返事をさせていただきました。そして議員運営会の場でやはり、昨日まで50日と言っていて、私どもは50日でお盆の前に締めて速やかに新代表を選んで、そして、間を置くことなく臨時国会を開いて、通年国会に近い形で新総理のもと3次補正予算をしっかりと作っていく、こういうことではなかったのかということで、私どもは今回の70日の提案に対しては、この70日というものを了とすることはできないという返事を議員運営委員会の場でさせていただいたところでございます。その最大の理由は、今申しましたように110日、120日、50日、70日と目まぐるしく変わるということもさることながら、一体誰が何を本当にどうしたいのかということが全く不明瞭である。そして3次補正を行っていく上で大切なことは、8月の末から9月の前半にかけてであります。その時総理が変わる変わらないということをやっていることが、これから70日間の会期の中で予見される以上、3次補正が実は出てまいりますのが9月中旬以降になってしまう、そんなことが本当に許されるのかということで、今回この本会議に臨ませていただき、我が党の主張を述べさせていただきたい、このように考えているところでございます。どうぞ先生方のご協力ご支持をよろしくお願い申し上げまして、説明をさせていただきます。ありがとうございます。